はいどうも、こんにちは、山陽と申します。さあ、今日はからね、また新企画をね、やってこうというわけでございますけどね、まあ、外に出てますよってこと、今のところ三重県四日市市本町ですね、JR 四日市駅の近くの、コインパーキングに泊まっております。今日はね、ここから何をやっていこうかというと、そうだ、大江行こうということでございますね。大江駅ね、前名実のね、駅ですよね。うちの動画でも一回行ったことがあるところではあるんですけど、夜でしたしね、ちょっと暗くて、で、東名古屋港でしたっけ、あそこのね、駅の方に、実行線の方に、行く途中に、ふらっと寄ってね、夜に、ね、もう暗くなってからね、ぐらーっと回しとったんでね、さすがにちょっとちゃんと撮っといた方がいいかなと思っちゃったんですよね。なんでね、よし、大江に行こうじゃないかと。いうお手軽企画でございますよ。大江ね、愛知県のね、名鉄の、ね、すぐ近くの駅に行くだけですからね、なのにね、遺産で朝の5時半からね、馬を出して、今に至っておりますけどね、今日はね、じゃあどうやって行こうかと思うとですね、これ使っていこうと思います。久しぶりなんですけどね、青春18切符使ってね、行こうと思います。なんかもうすでに夢中してるだろうと思うかと思いますけどね、まあしばらく邪魔に付き合ってもらいますよと、いうことでございますね。さあ、お気づきかな、どこに向かおうとしているのか、皆さんお気づきかな、どうかな、まあ大体ピンときてると思いますけど、早速行ってみたいと思います。お、言うてね、もう5時50分なんでいい時間なんですよね。今からね、5時59分発だったかな、の亀山駅のね、列車にで、乗っていこうというわけでございますね。あれですよ、磯カバン曲がれてたんですね。おかしいだろ、普通に考えたらね、名古屋駅の方に行ってね、名古屋から名鉄に乗って行けば、あっという間なはずなんですけどね、なぜかね、逆算するとですね、私ですね、朝の5時に出ないと間に合わない計算なんですよね。で、何なら今日朝の5時に出発するのに間に合わせ、動画の投稿を間に合わせるために朝の3時から起きて動画投稿をやってますからね。何やってんだろうね、本当に。なんで今朝の5時半なんですけども、何なら一仕事終えた感ありますからね。いや、今からなんですけどね、考えてみたら青春18切符で行くの久しぶりですね。学生時代以来じゃないとねえ、社会人になってからそういうの使ったことないな、結局。さあ、じゃあね、四日市駅からですけど、これでもあさってどうすりゃいいんだ。そういや、友人じゃねえよな。わかった、職員さんおったんでわかりましたけど、今もう四日市駅も朝は改札開いてないんで、改札開いてない場合はそのまま入って車掌さんに押してもらったらいいらしいですね。なるほどな、言うてもあんま一番ギリギリに来たくらいな。お下がりください。この列車は2両編成です。
この列車は各駅に停車します。新幹線使うのが一番早いんですけど、その時はね、実は在来線で行くんだったらリアルにこのやつ使った方が、大阪の方に行くのにはね、全然無能ってね、よく言われたりしますけど、こと京都三重間に関しては本当最短で結んでるんで、どんなに遅くても、こっちの方が有利になるよということなんで、実はリアルにこっちが使い勝手がいいというのがあったりしますということですね。さあ乗ってきましょう。
この電車は1時ちょうど発車する京都行きです。終点の京都まで各駅に止まります。まもなくの車列車内でお待ちください。この電車は普通京都行きです。京都線に113客入るのがもう早々乱れやすくなってくるんでしょうね。あと僕京都駅も行きましたね。どっかな。あ、そうか。そもそも説明してなかったな。こっから嵯峨野線の方か。これ32番線か。の方でさ、時間みたいなんでね。はい。ちょっと時間あるんやね。向かいのやつかな。
これかな、木山行くね。あ、そうか、言ってなかったか、こっからね、福知山の方に向かってくる予定ですね。もうだいたいピンとくるんじゃないかな、こんな感じでね。福知山遠いな。ちょっと列車の時間もあるで、意外といるか。あ、すいません、はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、こんな感じなんや、そのベンチ。なるほど。こっち京都方面、こっちか。9時47分、まだ20分あるもんな。ちょっと、駅前見ていきましょうか。で、天の橋、こっちだね。橋立てやったっけ。あれ乗ったったら。もう今頃にはついてるぐらいのあれですけどね。こんな感じなんや、緑島とか。どうぞ、お前来てんだ。京都ずーっと来て、今ここか。ここまでなんだ、ここが使えるのは。ここから先は使えやんだよ。ずーっと行ったやつから、月山ね。すごいなぁ。入れてね。こんな感じになってんだ。結構自由地線がいっぱい来てあるね。って思うんやで。復讐研磨研ぐっていう字ですよね。多分研磨だよ。え？特殊検定かな。検定研磨どっちかな。まあだったらあっちか。摩擦のまあになるで検定か。な？でこのところ定食屋さんのカードや。線が多いからちょっと渡るのに。こんなとこホテルあるの？そんな名前ある？ホテルリシーズナブル。よっぽどいいな。今やって、まあ、まだまだ出かけるんでね。これですけど。あ、でも天の橋とか旅行の時はここ拠点にしちゃうっていうのも手かもしれませんね。舞鶴とかだとお値段張ったりしそうですもんね。でここ京都医療科学大学からの結構駅前広い。ホテルリーズナブル、すごいな。その上にこんなとね。レンタサイクルとかもあるんですね。で、ここから各方面に。園部駅、園部は何？丹南市。締めが出た。園部市ってのはないっすよね。こんな感じなんですね。その上、ここはやっぱ中心になってるんですね。で、各方面に、ね、福住とかあっちの方にも行くんだ。へぇ。そうですね、丹南市役所ってなってますもんね。丹南市ですね。はぁ、なるほどなぁ。まあ、交番もあって、ローソンもあるって感じですね。へぇ。
何もないのかなと思った時も結構いろいろとありますね。あ、地図あるじゃん。やっぱ知らんところに来た時はこういうの助かるね。ここが今その上駅で、まあ、ラヤビまでも結構あるんやな。遠いな。で、オバマ方面とか湯田川とかが走っとって、どの辺りまでそうなの？宮間とかあの辺りもそうなんか。あ、でこの辺りが園部地区なのかな。園部日吉宮間か。あ、ははは。で園部のこの辺りはこんな感じか。駅の西側がこういろいろとある感じなんやな。市街地はちょっと離れたところなんかな。ちょっとそっちまで行っとる余裕はないかな。なるほどな。すごいですね。負け神社。さあ。ちょっと先を急ぎましょうか。遠いですね。今日でぐらいかな。よいしょ。いやー、しかし遠いですね。おかしいなー。いやー、企画思いついた段階からバカバカしいなと思ってたけどな。あ、ここでまだ賞金も取ってなかったね。まだボケ続きやなあかんからな。朝の3時から何やってんだかな。で、トイレどこにあんの？あ、会社じゃないか。結構負け神社って有名なんや。電球しすんよ。結構ど派手にあるんや。信号か式花手のりかり高槻止まり。危ねえ、明日や。今日とかそのまんま東海線で前原方面行くで。はあ、はあ、あ、前原閉めてで新快速取りやめやったや。危なっ。ちょっと気が出てきた。気のせいか。さてと、それじゃあ福知山駅、福知山駅までね行っちゃうと思いますよ。おいな、おかしいな。そもそも愛知県って言っとったのに名鉄って言っとったのに JR 西日本乗ってるしね。まあもう元も昆布名鉄それにしたって遠いな。
またここで。さあ、怖いですよね。だいぶ乗り換えを繰り返してきましたけど、から豊岡方面に行こうと思ったこの電車なんですね。でここからね、何に乗るかっていうと、何でしたっけ、京都丹後鉄道か、あっちの方にね行くよと、いうわけですね。福知山市ですね。福知山久しぶりに来たな。電車で来たのは初めてか。ね、立派な駅ですね。ここから福知山線とかもね、向こうは福知山線だかな。うん、で、あの奥にね、ちょこんって止まってるのが三鉄ですね。ってことで、ここは三鉄で乗ってくるんですけど、あれが確か10分後とかに出るんですけどね、ちょっと福知山の駅にも用事があるんで、この電車は見送ってね、ちょっと別の後の電車で行こうと思います。アクセス自体はいいんですよね。10分ぐらいで乗り換えで、行けるようになってるんでね。最後に来たんいつやったっけ、福知山。そう、ここからね、京都丹後鉄道に乗ったらね、ちょっと青の橋立の方に行きますけどね、今日寄れねえんだよな。ここまで来て天の橋立にも寄れねえしね。カンコリのユラさんのね列車が走ってたりするんですけど、あれは福知山線のこっちの方には来ないんですよね。なんか天の橋立と豊岡の方か、そっちの方からやったら乗れるみたいなんですよね。ね、潮沖に戻って言うとね、そんな大江なんか行ってなくて、そっちの方に行くんだったらそっちの方に来てところあるんだけど、まあ仕方ない、今回は。はぁ、あ、ただ三鉄に乗り換えよう。これですね、京都丹後鉄道。確か経営が変わって今ウィラーエクスプレスって言うんだっけ、あの高速バスのね、あそこが運営してるんですよね。そうだね、昔は北近畿丹後鉄道だよね。最初スキャンと起きるんですよね。で、京都丹後鉄道は定額切符とかもね売ってるんで、それで回すと行けるんですけど、まあ、今回はね青春18切符なんで、なんかね京都丹後鉄道の方で乗れないで一回降りてね、ちょっとですね、まあ、一回降りてここで昼飯食ってもいいな、時間短いし。やっぱでっかい駅やな。韓国ラクライロボットから見えてまいりますもんね。サムギョプサル、なんて書いてある、ニャムニャムニャム、どういう意味なんですか。ナムでもないもんな。ニャムニャニャムってなんだって。ああ、こっちに書いてあるんだ。あ、こっちはちゃんとカタカナで書いてくれてありますね。あ、出ないと読めんもんな。な、そりゃそうだ。いろんな店ありますね。で、京都丹後鉄道はここからね、切符料も、丹鉄の切符料はこっちにあるんだ。こっちで買ってたらいいから。先飯食おうかな。あ、その前何か地図どっかにないかな。あ、これ分かりやすいか。こんな感じなんですね。福知山線はちょっと綾瀬駅だけ1個が使えるんだ。なんかで、あ、舞鶴も飛び地で使えるんや。間を対応してないって不思議な作りですね。でそう、まあね、こっちの紫色のね、山陰線の方でずっと来ました。なんなら関西線の方から来てるんだけど、ずっと紫の間を来てますけど、
で、このまま山陰線をずっと続いて、和歌山とか越えて、豊岡とか、まあ、それをずっと続いていくわけですけど、まあね、一山線で行くっていう方向もあるんですけどね。こんな感じですね。内山線やと天の、天ヶ崎とかあっちの方に行くのか。っていうような感じなんですね。遠いな、こっから。何とは別で、京都丹後鉄道もずーっとこんな感じでね、伸びていくよっていう構造みたいですね。なるほどな。駅の北側にいろいろあるみたいですね。ちょっと飯食っておこう。あ、お客さんもいいな。先に出て見たいんだ。切符売り場でね、ワンチャン売ってたらっていうのとかね、あるもんでね。そう、今あれなんですよね、タンクさんがカンコレとね、すごいですから。すごいドア出ますよね。確か特急もこうなって出るんですよね。そう、観光特急とか特急の方が有名ですからね。南鉄は、まあなんて言ったって天の橋立てがあって、観光名所のところですからね。やっぱその流線になってた。で、こんな感じか。売り場があって、とちょっと面白いですよね、サンデルの時も。天津八戸宮津の辺りを中心に、三方向に分かれていく四の字みたいな形のね。で、舞鶴の方から確かその観光のやつは舞鶴から豊岡を走ってるんだけど、なんか一部宮津止まりとかっていうような感じの状況らしいんですけど、こっちと、福知山の方に行くのか、宮福線っていうのか、こっちの方に入ってこいやらしいですよね。もう、答え書いてありますね。あー、やっと見えてきましたね、大江駅。あれやったらちょっと、一駅くらい歩いてもいいしな。近畿富士切符を買うにはもう、どうしたらまた向こうまで行くもんな。あ、なんか出そう。あ、これか。なるほど。この切符か。これは決めちゃって、そう。これの限定切符が売ってるかどうかなんですな。で、宮津駅まだ売ってるんだ、これ。なんで今日こっちに来てるかって言ったら、そもそも彼がボディニキャラみたいな話になって、いや、さすがに急に福知山とか丹後とか行けんだよって言っとったんですけどね。ていうか売り切れみたいな情報とかもちょっとちらっと聞いとったんで、なんか見とった10日、結構発売してすぐにやっぱ売り切れとかっていうのがらしいんですけど、追加で発行したのか、それか、やっぱその、ユーラさんのやつということで、こっちの方走ってないんで、みんなやっぱそれに乗りたがるんで、多分その、西舞鶴とか、豊岡とか、あっちの方は、多分需要があるんやろうって、ここは逆に需要少ないんちゃうかなって言うんだよね。実は豊山の福知山に行って、で、その近くに大江駅あるやん、じゃあもう大江駅に行く近くにしてしまえばいいやっていうね、超マジレスな答えをしてしまったんだけど、そんなわけないですからね。私はあくまでも名鉄に向かってるんですからね。これ名鉄って遠いな。
マジレスな答えをしてしまったけど、そんなわけないですからね。私はあくまでも名鉄に向かってるんですからね。これ名鉄って遠いな。近鉄から名鉄に乗り換えるのに何で福知山、意味がわからん。ダメだ、まだ正気に戻っちゃダメだ。で、まあ、いろいろありそうですね。こっちが商店街があってって感じだから、こっちが目みたいにね、ちょうどいいや。雲がそこそこあるんで、今日帽子忘れたんやけど、まあなんとかなりそうですね。粉物やゴミ焼きそば、何ゴミ焼きそばって何ですか。福知の B 級グルメ、へえ。あ、そっか、福知山はそっか、お塩ですもんね、城下町ですもんね。前は何だったっけな、車で来て、あ、あれか、それこそ朝の4時に天の橋立に行くっていう、なかなかわけのわからん企画をやって、夜中、真夜中にそれで福知山でガスケツになりかけて、そうだそうだ、それで結構ヒヤヒヤしながらね、ガソリンスタンドを探して、でお店の方にお聞きしたところで、っていうので、あ、そっか、その時にどっかにないかと思って、地図を買ってね。なんで地図買ってたの、スマホで見なかった。あ、そっか、まだガラケーの時代だ。そうだ、まだスマホがなかった時代だ。いつだ、14、15年前か。下手すりゃそうか、ニコ動にも動画上げ始める前くらいか。いや、そんなことはない、もうちょっと後か、動画投稿自体を始めとるか、あーぐらいだと思いますけどね。こんな感じでコミュニティ放送は流れてるのかな。中馬あるし、ここはね、白子クッキング、高橋ビルディング、担々麺ね、はい。担々麺、へー、すごいな。マイズルや、あ、そっか、こっちやと日本海産のか、買いとくのか。で、他にもいろいろ残るわ。三の園、ミニバイキングなんだ。お、ナマステだ。別に知らない店なんですけどね。まあね、うちのチャンネルといえばね、生放送やるときはね、ナマステっていうのでね、挨拶もナマステですからね。そう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 。だから別に普段の挨拶も、うちのところ別にナマステで通しちゃってもいいけどなとは思ってるんですけどね。うん。なんかわざわざそういうのをやるのももうめんどくさいんで、普通にいつも挨拶して始めてますけどね。さあ、どうしようかな。せっかくだし、一駅くらい駅間散歩すっかり、あれとね、次の電車が12時13分なんですよね。ほやで、50分くらいあるから、ちょっと食うところ探しがてら、行こうか。いや、これ、値も気になるけどな。11時から、空いてるな。ゴム焼きそばって何なん？ちょっと気になるけど、ちょっと食っておこうか。あ、ランチもある。へぇ。買ってこようかな。
がね、閉まってましたね。そういや、これがもうくるくる回ってないですしね、終了って、よく見たら出てましたね。よし、じゃあしゃあないんで、ちょっと商店街を抜けながら食うところを探していきましょう。よし、そうしよう。よし、残念、閉まってましたね。そういや、これがもうくるくる回ってないですしね。じゃあしゃあないんで、ちょっと商店街を抜けながら食うところを探していきましょう。っていうか、どっち方面歩いてたんや。さあ、特に考えもなしに歩き始めますからね。どっち行きゃいいんだ。まあ、まずはとりあえず商店街抜けてこう。京都市内マイツル、こんなもんなんや。ああ、はあ、はあ、30キロくらい安いな。で、なんだこれ、肉屋、また肉を。山田力が問われるな。パーティングやったかな。いや、ロックフェイルとかあるかな。お酒屋さん多いな。ここは美容院。桃屋さん、あれ、しかも速乾か、売り切れてた。助かりね。なんか前も桃でなんかやってたな。ちょうど、あれだ、あそこだ、貝塚行ったとこか。ここなんか並んでる。そうだ、貝塚行った時にちょうどとか1年前だもんな。7月の下旬でしたもんね。うん、ここ冷え込んでる。すげえ、この時間から、この時間から混んでんの。嫌いのファンタやね。うわー、あったな、こんなファンタ。へえ。へえ。商店街あれなんですね、アーケードではないんですね。よいしょ。あ、でも青空が見える商店街ってやっぱいいですね。うん。これは栗ようかん、里柿。栗ようかん。ああ、なるほどな。ほう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 。あるね、いろいろ。なんでこの木は、とりあえず。大江行ったら大江でそれなりに買えそうかなと見てるんで、あっちの方で買おうかなと思ってますけどね。あ、そうそうね、大江はね、行ったことありますもんね。ここなんの考えもなしに歩いてるけど、いいんだろうな。
大丈夫かこれ。だってさっき地図見た感じやったらガッて言っとったもんな。ガッガッてより坂ね、お湯持ちがガッて言っとるんやから、どっかでカットすればサッとなるはずやから、それでいけるはずや。よし、自分で言うのもなんですけど、大体この感覚当てるの得意ですからね。伊達によく歩いてませんからね。まあその割にはよう間違えとるやないかと言われそうですけどね、全てはトライアンドエラーですからね。言うとることが5秒前と変わっとる気がするけど、さあ、あ今日は本当やっぱ口が痛いな。だいぶド派手に切っちゃってるんですよね、口の中切っちゃったもんで。あ、そっからいったら良さそうか。ローソンがある。これもう渡っちゃっていいのかな。これ福知山局、これ福知山郵便局ですね。ここ確か普通周配局なんで、ああ出た、半部会の時期か。こっちは近畿か、近畿半部会かな。こっち向いていいのかな、いいのかなと思って歩いてますけどね。小学校、はあ、3人前1000円安いのか、タコ服、さあ、たこ焼き、焼きそば、3人前1000円安いのか、タコ服。応募者の LL 教室があるんだ、オープン車は結構教材とか受験勉強とかの時に
大分社のテキストは結構見やすかったんです。使わせてもらってましたね。まあその割には実績が伴ってなかったんで全然覚えてなかったやつでね、あまり言わんようにしてますけど。こっちっていいのかな、行っちゃおうか。コスモスがあって、そっちになんかある、フレッシュスーパーか、ハイボール酒場、なんかあるの、雰囲気なんか出てきた。バナナジュース。でもやってないんか。なんだ。ああやってるな。バナナ。ただおかしい。バナナ食べないんですよね。こっちはピッチャーソフトクリーム、ソフトクリーム屋さんの方はやってないのかな。だね。そう、これだったら京都ナンバーなんか。
ところで合ってんだろうな、これどこに向かってんだろう。危ねえ危ねえ、ここ曲がったらちょうどいいらしいっすわ。危ねえ危ねえ、えらい遠くまで行ってしまうとこでした。よっしゃ、言って時間抜いてるんですね。わワンワンちゃん、ああ、そうですね、ペットのトリミングですね。なるほどな。コンテナハウスもあるし。おしゃれなお店もありますね。あ、これはお店じゃないのか。ただの大豪邸か。すごいな。そうですね、住宅の。ショートホールなんですね。ちょっと行ったら市民病院があって、その病院の、近くにその市民病院前っていう駅があって、っていうことみたいですね。よっしゃ、そうだから、あそこの混んどったところちょっと、あれも寄ってたらそっか、案外電車の時間間に合わない時間か。ああ、ステーキ屋さん、ああいいな、ステーキも魅力的ですね。腹が減ってくるとね、あれなんですけど、ただね、ちょっとあの口の中怪我したってね、チラッと言ってましたけど、その兼ね合いで結構硬いもの食べるのちょっと痛いんですよね、今。ちょっとね、見せて歯茎のところをあのぐしゃっと切っちゃったんですよね。その兼ね合いでちょっと口の中はだいぶえらいことになってるんですけど、広告屋、洋食屋さんなんだ、
今何分？46分。ああ、ちょっと洋食屋さんでゆっくり食べる時間もないか。美味しそうですけどね。ちょっと佇まいが洋食屋さんっぽくなり、一瞬えってなりますけど、すごいな。どっちだ？どっち？これもまたうまそうに素敵やさ。おーはあ。で、問題は駅なんだ。どこにあるんだ。いろいろあるな。あー、ちくる。これもまたうまそうに素敵やさ。おーはあ。ステーキだけじゃなくて蔵出し料理。わあ、ちょっと気になるな。蔵出しハンバーグとか、まあいろいろとあるような感じ。鉄板焼き系がとかな。蔵カツサンド。まあ一人で入りにくそうな。こういうところはね、ちょっと覚えといて、またこういうところをね、押さえとくと、また友達と来た時とかにね、使えるんでね。で、問題は、この近くらしいんやけどな、どう行ったらいいんだ？あ、これは、この奥だ。こっち？もう近くらしいんやけど、全然駅前感はないけどな。合ってんのかなこれ。確かに線路は見えてきたな。駅らしい建物は何もないけど、もうちょっと奥なのかな。おお、あ、これだ。はあ。福知
山市民病院口駅。ありましたね。よし。ここ。よし、無事駅間散歩できましたね。涼しいのかな。あ、涼しくはないけど。お、こんなところに貼ったり。限定ポスターはどこだったっけ？西マニズルか、丹後由来だったかとかで配ってるらしいですけどね。浴衣ユーラさんですね。丹後ユーラですね。で、12時16分ですね。12時16分なんで、20分あるか。外なんか涼しいな、風があるぞ。今日はね、風がいいですからね。あんな鉄橋もあるし、伏線？伏線なの、ここ。一線する方式であれか？特急列車はそこを通してくるのかな？どういう？お。これが福知山ホームに行くやつかな。丹後鉄道の単線と、山陰鉄道の、山陰鉄道で山陰本線が、たまたま横を並行して走っとるというだけなんですね。そういうことなんだ。だから別にこっち側でも特急、京都丹後鉄道の方に入ってくね、橋屋とかあの特急はこっちの方走ってくんだ。へえ、なるほどな。さあ、あと20分あるな。トイレ、どっかコンビニないかな。近くにコンビニあったらちょっとしてこう。駅あいさみは厚中問屋駅。あ、確かに問屋さん多かったっすね。うん。コンビニの場所を探そう。しまった。コンビニが案外離れたところにしかねえんだ。もう約10分ちょいで来ますからね。15分ぐらいもう待てば来るみたいなんで。あ、こっからだったら50円浮いて300円になるんだ。なるほどな。こんな感じですね。
あ、これこっちの方がね、その観光で使うのはメインになってくる感じなのかな。まあ、でも特急列車で8月とかで抜ける場合はこっちの方直通してくんでね。確か大江駅もね、特急停車駅ですもんね。あ、箱駅したんですね。あ、前はね、確か準急までしか止まらなかったような気がするけど、ん、あれなんだろうな、なんかおかしいな。なんか準急とかのスペースどこ行ったんでしょうね。まあでもほら、いろいろあれですよね、ちょっと名鉄に近いですもんね。うん、関鉄ってなった時と、まあでも、うん、ここにちょっと口ついたと思ったらね、目っていう字に見えなくもないし、うん、いやいや、合ってるはずですよ。ね、なんかちょっと色合いがね、ピンクっぽくなった気もするけど、あれか、上田線とね、乗り入れしてるところもありますもんね、弓山線とかね、全然方向違ったような気もするけど、こじつけにも程があるけど、なんですね。あ、そこにトイレあるんだ。ちょっとトイレ借りとこう。あれですね、駅のトイレっていうよりここの公園のトイレなんですよね。まあまあ今日ここにあるし、まあ、使えるようにね、ここからも階段があるんで、全然使ってもらってないと思います。まあ公衆トイレならね、別に、誰でもね、使って大丈夫ですね。よし。こんなところに擬態してるけど、帰るか。こんなところに帰りる。ズームが弱いな今日。多分あれだな、ホコリかなんかついてるな。ちょっと取っとこう今のうちにね。あと10分やし。回してなかったとか、今拭くのに止めたんだ。何の話したっけ。あ、そっか、メガネ拭きね。まあそうレンズね、拭くのに、まあ、私の場合ね、自分がねメガネかけてますから、メガネ拭きね、持ってるんでね、メガネ拭きでそのまんま拭いちゃってるんですけど、他の人ってどうしてるんでしょうね。まあレンズクリーナーだからメガネ拭きで持ってるっていう人もが一般的なのかな。スマホで撮ってる人だったらね、もうわざわざちょっとそんな持ってなくてもいいでしょうし、それからビデオカメラ用のやつみたいなやつとかあるんでしょうかね。まあ、使ってるカメラもね、人によってセンサー万別ですからね。今このハンディカムでやってる人の方のが多分少ないですもんね。まあ、うちはどうしても長尺ね、長いこと回すことが機会が多いんで、そうするとねバッテリー交換で、タフにね撮れる、こういったハンディカムの方のが、都合がいいこと多いですね。GoPro とかだとね、被写体映像とか撮るときも、まあ、固定とかすればね、非常にいい映像が撮れるし、逆にいいんですけど、ハンディカムの場合、こいつ自体の重さと横の長さがあるんでね、でバッテリーの重さとかがあって、ね、その分ちょっと重たくはなるんですけど、逆に被写体の場合このまま置いてあればね、そのまま被写体映像を撮れるんで、特にクッションとかだけねちゃんとしとけばね撮れちゃうんでね、案外、ユーティリティでいいんですよね、そのあたり。はあ、ちなみに前乗りかな、後ろ乗りかな。関鉄初めて乗るもんな。他に書いてあるかな、手間割り品についてとか書いてないな。いいですね、こんなところにもちゃんと予算がいいですね。で、ポスターはどこだっけ、西前鶴とかあの辺りで売ってるってなってたっけ。今書いてありましたね、フティアメイジのところに。一応あれですね、持ち去り防止のためにちゃんと貼ってありますね。いいですね、イラさん眺めながら待っておれば。あ、もうこれはもうね、全然ご褒美でございますよね。うん、そうですよね、
のゆらね、地名になってる由来は由良川とか、この辺りももう川が流れてるはずなんですが、あっちか、綾部駅の方あたりから流れてたっけ、由良川はね。そう、で、舞鶴があってね、舞鶴は動画の企画で行ってますよね。あの時は特急舞鶴号で行ってるから、こっちの方じゃなくて、綾部から折り返して、舞鶴方面に行くね、舞鶴線の方でね、行ってますからね。あの時はもう一応あれか、アーカイブで作りましたね。1回分にしてね、まとめて。そう、あれは、んちゃった祭りか、非公式のね、アンオフィシャルの、観光での同人イベントのやつにね、ちらっと見てきましたよっていう時でしたけどね。うん。まだコロナ、あれコロナ前だったんか。そっか。そうですよね。はぁ。ですから、気兼ねなくね、お酒も飲んでとかってできてましたけど、そうだ、コロナ前だったんだもん、あれ。そっか、そんなに経つんだな。しまった。俺、小銭用意してあったっけ？あ、駅前いろいろありそうかな。あれ？コンビニはない。案外コンビニはなさそうだけど。まあまあまあ、なんとかなりそうかな。
田選手の方、宮津美希です。整理券をお取りください。ただいま、マキ、マキです。あと2分ほど停車いたします。赤い電車に乗ってきましたね。まあもう間違いないですね。さあやってきました。なんかすっげー遠かった気もするけど、大江駅ですね。あ、間違いない、大江駅ですね。あー、どうから愛知県名古屋市の港区東区かだったっけ、どこに書いてあるかな、書いてないな、ってことですけど、さあやってきましたね。近畿の駅100選に認定されてるんですね。あれ、愛知県なのになんで近畿なんでしょうね。まあ、見えるまでは近畿なんですけどね、まあ、まあ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 、愛知もついに近畿に編入されてしまったんですかね。いや、しかしなんか様子がだいぶ違いますね。なんか東名古屋港の方に行くね、ホーム何もないですし、なんか、気がついたらこんな風に、変わってたんですね。そんなわけないわけでございますよ。やっちゃいましたよ。ということでやってきました。ここは何市、福知山市なのかな。京都府ですね。京都府の福知山市からちょっと後で調べておきます。大江駅にやってきましたということでですね、やってしまいましたね、間違えてしまいましたということでございます。ということでね、この動画はですね、万一、これ京都の、大江駅なんで、ね、万一名古屋の、ね、大江駅に筑豊、線を、ね、取りに行こうと思って大江駅に行こうと思ったつもりが間違いでね、京都の大江駅に来てしまった人のために、大江駅から大江駅まで行こうという動画です。いや、やっとここまで来たのに遠かったなということで、この茶番をするためだけに大江駅までやってきたというわけでございますね。もう天の橋立だって行きてえよ。ユラさん特急ユラ号だって乗りてえよ。なんだけど、こんなことをしてたら愛知の応援に間に合わねえんだよ、くそということでね、やっていきたいと思います。まあせっかくなんでね、どうせまだ時間もありますんでね、大江駅をちょっとぶらっと見ていこうと思います。あ、こういう風な感じで駅舎とあれが分かれてんだ。へえ。で、あ、一応簡易エレベーターみたいなのがあるんだね。ですから車椅子の場合はこれを使ってと。あ、こんにちは。あ、どっかに行くのかと思った。で、こっから問題は、今12時42分でしょ。言うて時間、何時間かかってん。5時半くらいに出て、5時半くらい、7時間かかってんの。マジか、そんなにかかるのか。ってことは同じ金かかっちゃうんだよね。普通に行こうとするともうすぐに折り返して帰らなきゃなる。何しに来たの本当に。いやけどさすがにそういう割りなんでね。あ、ちょうどかかっていいくらい、2時間後くらいにちょうど来るのかとね。もう買っとこうか。東京ここで買えるのが、そう、大江駅は特急停車駅なんですね。で、東急はこっちで買っといたらいいかな。これは14時21分だから、あ、じゃあ13時51分まで行くのか。13
いろいろ。言ってるんだな。なるほどな。めっちゃ鬼。何？鬼ヶ原？ああ、本当に鬼ヶ原なんだ。あ、何？鬼ヶ原で有名な鬼のレリーフ、めっちゃ鬼。めっちゃ鬼やね。何市？京都湯田川街道。あ、いいじゃないですか。ちょうどこんな感じで。あ、もう前湯田川が流れてんだ。あ、ちょうど湯田川が流れている。あ、ちょっと湯田川を見に来ましょうか。平丹鉄道駅、なんか二股って決まるんですね。お前鹿島さん読めちゃったんかと。皆さんに二股かけとるんやと、いうあれですかね。まあまあいいじゃないですかね。よし、ということで何市、福知山市なんですね。よし、じゃあちょっと見ていきましょうか。ここからぐるっとサイクリングロードってなったけど、相当距離あるよなこれ。マイズのレンカカーパークって遠いよな。何キロのコースなこれ。時計回りで、時計回り100キロえぐえぐ、100キロは遠いっしょ。すげえな。あ、でも走る人はそうか、やるか、それぐらい。いたもんな、そうや、大学の友達でも。うん、確かに、相手の、そうやね、各務原とか岐阜の方とか結構奥まで往復行ったりとかしとったで。まあやっぱそっか、サイクルでガッツリ走る人は行くのか。あ、せっかくなんで、こっから出て、南側の方に向いてったりみたいなんで、日の向き的に、日の向き的にこっちか、こっちに行ったらいいんやな。ちなみに大江町、もともとあれかな、福知山市と合併する前は、これ合併前のがちょうどありますね。大江町っていう自治体だったんですね。なるほどね。二股とかこんな感じであってってことですね。なるほどな。はいはいはい。元伊勢内宮とかあるんだ。こう、隅田寺の大宮神社、高田神社なんで、お伊勢さんのあれですよね。の分社なのかな。あるのかな。日本の鬼の交流博、鬼の交流博物館とかね。ここ？こんなのとかあるんだ。あ、でもここも本当にいません。あ、今鬼ブーム来てますしね。あ、これ全国の、これ奈良で、これは群馬。あ、結構違うんだ、鬼が。こっちは淡路。岐阜ね、だいぶ近くなったら。とか、いろいろあるな、四国の鬼が川とか。大阪なんですよ、これ。あ、横と、あ、あちこちあんだ。山田さんね。これは高浜なんだ。あ、結構、あ、ちょっとギャップで見にくくなってますけど、結構いろいろあるんですね。これも高浜。あ、三河三州河原って言いますからね。多分地元の人だったらね、一富士二鷹三州三河、三州河原っていうね、なんか有名な広告もありますけど。あ、ちなみにあれね、切符は投資の切符は買えないんですね。京都までの切符は買えないんで、福知山までの切符を買って、福知山からどうすればいいんかな。一旦それで買って福知山までは出ることができるみたいなんですけど、福知山から先が死活問題ですからね。
河原だ。ああ、本当に鬼河原なんだ。あ、何鬼河原で有名な鬼のレビュー、めっちゃ鬼。超バス。鬼の酒噴水。酒噴水なんかいろいろありますね。へえ。ここが元役場か、町役場でやったところですかね。で農家園芸屋さんとかがあって、ああなるほどな。これ鬼の噴水、酒噴水、酒が出るじゃなくて、その酒樽のところから、噴水になるっていうような構造なのかな。ああ。ちょっと腹減ってきてんだけど、まずいな。これは、あまりご飯を食べれる場所が、ちょっと探すの苦労しそうなパターンかな。商工会とかはありますけどね。お食事弁当。あ、スーパーありそうか。あ、せっかくなので駅前散歩していきましょうね。そこから大江ね。こっからそう、もう直接まだ四日市に帰ってくんだな、まだしも。あ、ちなみにあれですね、もうどうせ特急使うなら京都まで使わんと、はい、きついかなっていう感じなんですけど、福知山から京都の間はね、青春18切符だとあれを使いませんので、特急はね使えないんで、普通に乗車券買ってね、やらないといけませんのでね、一応計算したら、一応先に見といたんですけどね、そうしたら4400円だったかな。ですから、青春18切符はね1回あたり2450円ぐらいだったっけ、1回あたり2400円ぐらいだったかな、っていうことなんで、この他のところで使ってる全工程も、ね、全然高いお値段をね、落としていく計算になるんですね。なんてことだ。市街地が向こうの方でぼちぼちと駅間散歩するっていう手もありか。大江高校まで歩くか。もうそれだけにしちゃうかね。そうすれば大江高校何時に来る。大江高校前福知山方面なら15時58分それだと16時25分に福知山。いや、きついな。それだときついな。16時25分に福知山着いたら16時43分の橋立で行くか。そっか、快速が止まらねえからか。13時51分にの快速があっちだと止まらないのか。駅前をブラックするだけかな。駅間は無理かな。そうすると、京都方面で、そうすると13時46分。ああ、そっか、木の隙もないから、結局あれになるか、四角になるのか。
なるほどな。どうしような、飲み物を買いたし、いいか、ちょっとこれミニフレッシュ寄ってってみよう。とりあえずここ寄って、あ、ちょっと熱くなってきたしな。よし、ちょっと作戦を練りましょう。いやー、相変わらず運転学校に来るよな、本当に。さあ、ちょっとね、軽く天丼ね、お弁当買ってきたんで、せっかくなんでね、じゃあ湯田川近くみたいなんで、湯田さん見ながらね、湯田さん見ながら、ゆらゆらしながらね、ちょっとご飯タイムでもしましょうかね。こっちでいいのかな、もうそこの堤防なのかな。ありがたいことにお茶も57円とかなんで全然安いですからね、ありがたいっすね。家も65円でしたからね、安かったっすね。でなんかプライベートブランドのやつか、暮らし物が入っとったかな、ということで安くなってましたね。よし、でがあるんだ。なるほどね。なんかちょっと鬼滅の刃とかで盛り上がりそうなあれですけどね、どうだったんでしょうね。お、急に暑くなってきた。いい具合で由良川見えるみたいなんで、あ、ちょうど駅のあれの下ですね。あ、ちょっとおらんでまずか下に下げて。本当だ、めちゃくちゃ鬼押しだ。ちょうど赤鬼ね、ちょうど赤鬼、何がちょうどなんかよくわからんかったな。ここを曲がってちょっと行ったらいい具合で由良川見えるみたいなんで、それはなんだ。あ、休憩スペースあったから別に上の休憩スペース買ってもよかったのか。まあでもせっかくね、ここ来た。もうだって何も単語っぽいこと何もしてねえんだもん。せめて由良川見よう。でねえとさすがに俺がいたたまれやん。本当に今回はあと通過しましたね。朝の5時半でね、これの有様でございますからね、こっちの方来るときはね、前泊でね一泊する前提か、もしくはね、特急使ってね行きましょう。全然かかる時間が違うわ。特急使った方がいい。これはで、あ、そこがもう橋になってんだ。あ、河川敷なのかな、登れるところとかもあるな。あっ、
ごいですね。平成26年の水害の時、あの平成30年の時もここまで来たんだ。あ、それで冠水注意でこれがあるんだ。へえ。こんな高さまで来たんですね。すごいな。へえ。由良川言うて暴れ川なんですよね。これポチンとこれすこかな。いやー一気に暑くなってきたな。あ、そこから登れそう。あ、でも塞がれてるな。今工事中なのか、治水工事やってんのかな。あ、だから綺麗なんだけど入れないのかな。あっちゃ、はあ、むわっとしてきた。で、ここの先に見えるこいつが由良川っすね。おお、来た由良川は。あーつめ。由良川だ。今日水位高いね、結構。まあ雨でしたもんね。わあ、これはちょっと降りることはできないかな。向こう側の方が公園みたいになってるわけでもない。いやとか、まあ、相当幅広く取ってますからね。まあこれでもね、やっぱ判断するときはするってことなんでしょうね。降りれそうなところはないかな。ちょっと探してみようかな。いやー立派な川ですね。あれ、そうか、分水嶺こうやって日本海側ですから、川の流れが北側になるんですね。どうも太平洋側の人間にはこれは見慣れないですけど、景色だ。あ、そうだ、買ったやつ撮った写真はあるんだ。これね、こんな感じです。そう、一応店内で、食べるスペースもあったんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくなんでね、由良川見ようかなと。今日これするため だけにここまで来たの。いや、そうじゃない、そうじゃないはずだ。そんなわけはないはずだ。ちなみに帰り、特急使わなかっても間に合うのかな。京都まで出れば、マイパーだから、また東海道線で。で、そのまま東海道線、金山行ってしまえばいいか。金山か、厚田か、厚田まで行ってしまえば大丈夫ですもんね。しんどー。
あ、ちょっとそこ段になってるから座れるかな。そこで座ってくるか。下に降りるのはちょっとさすがにしんどそうです。降りちゃったらもう川見えないですかね。せっかくならね、浦川眺め、浦さん眺めながらね食べましょう。オタクっぽいことしてみよう。浦川で浦さんとかね、こういうのね。しまった、階段じゃなくてスロープだったんであれですね、ちょっと座って食べるのは難しそうなんで、戻ってコミュニティセンターで涼しいところで食うか。それか時間的に快速で戻ってもいいか。そうしようか。しまった、階段じゃなくてスロープだったんであれですね、座って食べるのは難しそうなんで、そうしようか。いやー、違う、まっすぐ行って、まあでも風があるんでだいぶ楽ですね。マスクさえ外してば全然どうってことないですね。まあまあこれなんで大丈夫でしょうね。まあ、最近は結構感染拡大広がってんでね、いやこういうところでもって言われることがありますけど、ここでダメだったら自宅でもマスクするんかって言いたいんですけど、あするんですよね、そういう人たちは。ただ河川敷までプラッとしただけですけど、いいのかなこんなんで。これですね、この高さのこのこれだけの、あの奥まで堤防ですからね、これだけの用地面積確保してあっても、ここを氾濫してここ越えてくるってことですもんね。すごいっすよね。ああそう考えると、言うとこの辺りは降るとすごいでしょうからね。要は丹後のこの奥のところね、福知山山のここら辺のところにバーッとか、ね、当たって、山陽と山陰の間ね、ちょうど、大きい山があって、そこに、ぶつかってドカッと雨が降るんで、多分その水がこっちに流れ込んでくるっていうことなんでしょうね。こういうところはこういうところで大変ですね。買ってきたのね。あ、これはプラスモアじゃなくて、あそこのところの独自ブランドでやってるんですね。安かったもんな。間なんで風が抜けるんで結構風はいいですね。あとあの海風じゃないんで、あのベトッとしないっていいですね。あのお、交番の電車が来ましたね。あ、さっき途中の駅で行き違いしてたでしたか。あれが落ち返してこっちの方にやってたんですね。なるほどな。あれ次何分だっけ。よし、とりあえず13時51分の福知山行き乗って14時9分。
14時9分で、ないね。とりあえず福知山戻るか。戻ってから考えよう。ああ、今日も無計画だな。あ、ちなみに、いいや、向こう着いてからやろう。よいしょ、こっちからも近いな。車券買って戻ってきましょう。とりあえず福知山を持ってね。さあ買ってきましたけどね、ね、ちょっと座ってもらうと10分ぐらいあるで、もう一回ちょっと見いいかもな。はあ、チケットこんな感じなんですね。色合いが光の加減で分かりにくいですけど、青で綺麗ですね。綺麗な色合いですね。よし、ご飯食って電車が来るのを待ちましょう。さあ、美味しくご飯もいただきましたしね、天丼もいただきましたしね。さあどんどん戻ってく準備をしていきましょう。戻ってくんじゃない。ここからね、大江駅からね、大江駅まで頑張っていかないといけません。そうです。もしかしたらいるかもしれませんからね。もしかしたらね、名古屋の名鉄のね、大江駅でね、イベントをやるよっていうことが万が一やるかもしれませんし、そういった時にね、間違えてこっちの方に来てしまったらね、大変ですからね。なんとかしてね、行ける方法をね、教えないといけませんからね。これはもううちのチャンネルの使命ですからね。お安い事情があんなところにあったんだ。でも結構広い施設なんですね。中商工会とか入っとるからないでしょうね。で50分ってなっとったからもう言うとるうちかな。あ、見えてきた見えてきた。あれ、さっき乗ってた電車と一緒か。一緒な機械がするな。全然ならないんだな。あ、やっとる。
違う相談室ホームでもあるそういう。ワン。ねえ、日射か。ああ。まあ、西日本が多い。日本車両が多いな。一応やっときましょうかね。ターミナルね。一応これ言うとかんとなんか始まらん気がしますからね。東舞鶴行きか。いや、東舞鶴行っちゃまずいよな。あの東舞鶴何分だっけ。東舞鶴行きに乗ったら15時4分14時57分に西舞鶴14時57分に着いたら行けるのか。あ、全然間に合わない、よし。とりあえず特急利用はするのは前提にして、ただ行けるとこもダメ。いや、次がこれで特急コウノトリ14時。いや、コウノトリで行くよりも橋立か、橋立で行った方がいいか。あ、そうだ、コウノトリダメじゃん。コウノトリってあれ内山線行っちゃうであかんわ。あ、橋立4号の、はい、パンと書いてるわ。すげえ混んでるな。これで帰る、帰るよな。で、とか、あ、これでいいや。それか。いらっしゃいませ。定席しかし、お使い、京都方面。内山から京都まで今日、14時台で都内1名、14時、これやね、16時だ、どうしたらいい、座席所、4個しか空いてんじゃん。めっちゃ空いてんじゃん、全然いいじゃん。進行方向が違わないから、15分ぐらいとか。乗車券の区間をお選びください。乗車券はじゃあ京都まででいいや。駅の切符のみで、そうすると3240円。まあまあかかったな。利用しようか。絶対これ動画を視聴いただいた18キッパーのね、皆さんからはねバチコン批判を受けそうですけどね。何のための青春18キッパーやと、ね、あ、ちゃんと乗車券も買いましたからね、ほらね、B 特急券でね、よし、3249円、内訳が、1520円乗車券ね。で、これがね、青春18切符がね、乗車券分で、ね、使えれば、1700円できるんですけど、ね、今日は今夜がおろさない企画乗車券なんで、ここはね、ちゃんと払って、ね、これで乗ってきますんでね、全く問題はないわけです。よし、問題、ね、ルール上問題はないですけど、青春18切符の使い方として絶対間違っとるやろとね、絶対言われそうなんですけどね。ただね、これしないと応援に、いかんせんここから応援に行かないといけませんからね、これで。
ね、ここだったらね、そんなね、思うことないんですけど、ハイチの大江ですからね、名古屋ですからね、かかりますからね、もうこれはおとなしくこれでいきましょう。よし、でちょっと時間もあるし、ちょっとまだ小腹が空いとるで、せっかくで餃子の王将食ってくか。よし、餃子の王将食ってか。ちょっとまだ小腹が空いとるで、せっかくで餃子の王将食ってくか。さあ食べてきましたよ、チャーハンセットね、食べてきましたけどね、 SL もありますけどね、そんなこと言ってないですね。もう39分なんですよね。42分発でしたもんね。まあまあちょっといけない、いけない、ギリギリになった。まあでも駅近なんでいいですよね。やばいギリギリや。何番、何番線や、乗り場1番。よし、1番はこっちか。向こう、向こうか。逆に行った。危ねえ。この駅で橋立てと舞鶴がくっつきますもんね。先にうちらの方が入った後から舞鶴がやってくるんですね。なんでここはちょっと停車時間が長いんでね、せっかくなんでどうせ連結終わるまで発車しませんからね、連結の様子でも見ましょうか。JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。まもなく1番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。1番乗り場に列車が参ります。危ないですからご注意ください。7号車から5号車は当駅到着後、つなぐ作業終了後にご乗車いただけますので、ご利用のお客様はしばらくお待ちください。
19分発特急舞鶴重工八立4号京都行きです。お待たせいたしました。まもなく発車します。京都駅戻ってきましたね。こっからは次はもう素直にね、乗ってやったっけ、東海道線でね。まあ変な話、ずっと向かってわけですけど、まあ米原まで行って米原から乗り換えか。ここからは新快速なりもね、走ってますからね。とりあえずそれで行っちゃうというわけでございますね。じゃあこの間だけはね、どうしても特急使わんとね、ちょっとあまりにもその所要時間の差がでかすぎるんで、ここから先はね、リバーネーションを見置き足として、まあ米原から大垣の間がちょっと苦労するでしょうけど、まあそこぐらいですからね。よし、あとは、あ、ちなみにあれですね、また米原で説明すると思いますけど、あっちですね、米原からは、名古屋乗り換えじゃなくてね、まあ、名古屋のね、密を避けたいとかっていうのもありますけど、金山で、まで一気に行っちゃおうという魂胆ですね。金山まで行った方のが、普通列車とかが金山始発のやつがあるんで、そうするとね、あっちの応援に行くときには特にね、普通列車でもね、3駅とかなんで、全然、利用する、手段としてありなんで、そっちの方で行くような予定で、行きたいと思います。まあ、金山でも十分混むとは思いますけどね。
16時22分、まあ、茨城。ああ、いや、すばり新幹線とか出た方が早いか。あと、今日あれなんですね。綾部駅でね、ちらっと降りてましたけど、綾部で、ね、ちょうど祭りだった、夏祭りやってたんですね。その兼ね合いで、わーって、お子さんがね、いっぱい出しちゃったんで、ええー、と思ってましたけど。ヤスマイバだ、こっちか。さあ、こっから悩みどころだぞ。マイバラ方面の中浜31分の中浜でも変わらんのかな。ヤスまで、これ構成するか。マイバーまで行くと安屋。安から安屋ってあったっけな。まあ新幹線からこっちの方が早いか。とりあえず安まで行きましょう。どこ行ったっけ、向こうか。安の乗り換えがね早かったんで案内できてなかったですけど、米原ねまで来ましたよと。まあ、こっからね JR 東海の方に行って、5番の今停車中の列車は開通列車で、向こうに止まったのが大見鉄道ですね。駅名だった。で、向こう側のホームか。よし、シャトルってもう10分ぐらいで来るみたいなんでね、ユーティアクセスいない、やっぱ東海道線は。長浜市内ってのもあるんですね。別にこれの方が良かったのか、17時に集団。17時27分だろ。よし、長いな、やっぱ。こっちじゃなくて、あ、もちろん新幹線で行ったら一番早いんですけどね。ここはこっちで行きましょう。アップはある。これで帰るよ。
館内側に来ましたけど、なんかフェスやってんの？まあまあここは何かしらいつもやってるところではあるけどな。で、こっからね、見えててね、乗り換えてきますよと。で、普通やったらあの奥に見えるところ、JR とそのまま乗り換えできる改札があるんですけど、友人のところでね、ちょっと最新18切符なんでね、来ないといけないんでね、一回そこからというとこありますけど、あ、そうなんですよね。あ、向こう側にもあるのか、でかい駅です。こっち側に東海道線の線 JR が走っとって、向こう側にもう JR 中央線が走っとって、真ん中に名鉄があるっていう、なかなか特殊な構造なんですよね。ちょっと見ていこうか。山田さんだってね、たまにはちょっとチラッと見てきたよね、こういうのもね。まあ、ここまで来たらもうすぐやしね、そんなに行くのに苦労する場所じゃないですからね。こんな感じでやってたんだ。すごいな。おお。結構いろいろ出店も出て、フェスみたいな感じでやってたのかな。ちなみに金山は言うて名古屋栄に次いで繁華街ですからね。ポストあんな色なんや、ポスト。こんなポストで、あっこまで行くと歩こうと思ったらめんどくさいから、どうしような、普通に乗ってこう。わらび餅、ここにはないけど、奥行ったら地下鉄もありますからね。大船駅はまあ絶対もか名鉄行った方がなんですけど、でもね、ここでぐだぐだやる気はないですからね。もうすでに朝の5時から出発してます。朝の5時に出発して14時間、なんで14時間かけて三重から愛知に来るのに。はい、じゃあ、で、こっちやな、中国国際空港方面で、キラヨシダ、キラヨシダ行ったらダメか。大江行くやつはどっちだ。宇都宮やる。これでいいな。どこだ。まもなく1番線に電車が参ります。
黄色い線までお下がりください。北半田方面の急行郷和行きです。大阪は南半田の松井青田歩いやっと着きました。北半田の順に止まります。ああこれでね毎日ね間違えて京都の大江駅にね名鉄の大江駅に行こうと人とつもりがね京都の三鉄の大江駅に行ったとしてもこういう風にしてくればね、無事にね大江駅までたどり着きますんでね、ちなみに13時40分ぐらいだったっけ出たのかで、今19時6分だから、5時間20分特急利用も含めて5時間20分、まあ新幹線使ったらもうちょっと早くなるけどまあまあいいお値段になりますからね。今までの中で一番ね間違えちゃダメな距離だよな。まあ5日市と4日市があったけど あれはね文字が違いますからね。ありがとうございました。大江です。お忘れ物をなさいませんようにお降りください。とりあえずここで一回閉めておこうかなということで、とりあえず無事に大江に着きましたしね、本編的なところはここでね締めとこうと思います。ご視聴ありがとうございました。さあまあ帰りもちょっと気になるところとかあったらね回そうとは思いますんでね、7時だよ朝の3時から起きて何やってんだろうね。まあとりあえず見送りながら締めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。本日ね、意外と怖い雪、うん、よし。さあ、年末以来か半年ぶりぐらいかな大江駅に来てますけどね、まあ本編企画終わりましたけど、まあ、せっかくなんで大江からまたね戻るのに、200円ぐらいなんですけど、あの東中湖駅は相変わらず閉まってますね。1回くらい使ってみたらいいんだな、これ。前回来た時とあんまし変わらへんな、時間。あんまし時間は変わらんけど、そっか、真冬やったでね、日が長いですもんね、今のこの。まだちょっと明るいですもんね。でそう、まあ、夕飯食うとこも探しがてら結構そんな離れてないところに、JR の駅あるみたいなんで、何駅だっけな、ちょっと地図見よう。はい、 OK で何駅だっけな、どっかに地図ねえかな、あった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 。これでわかるかな。名古屋臨海鉄道ちょっとでかすぎるか。もうちょっと広い地図出さないといけねえな。はあ、もうキャプチャーするのもめんどくせえやんか。こんな感じで今大江駅にいますけど、笠寺？そっか、笠寺意外と近いんだ。なんかもう通り歩いたら行けそうな距離なんで、まあ、せっかくなんでお散歩して、そうせや200円ぐらい浮くし、よし、ね、その分夕飯に当てればいいじゃないかというわけでございます。前回はね東名古屋港だから反対側に西側の方に歩いていく形でしたけど、東名古屋港って名前ですけどね、今回は逆に東の方に歩いていくよと言った予定ですね。じゃあ早速行ってみましょう。もうあれで渡った方がいいか。大江駅からちなみにここはどこ行き、神宮東門行きか。なるほどな。なあ、駅前前まで700円だったらいいですよね。名古屋市内だもんな、ここ。何区？あ、南区か。下福本通りですもんね。
買った980円、安っ。じゃん、何かしらありますからね。おやべやべやべ、案外風が抜けるな。ちなみにさすが名古屋ってなるんでしょうね、一般的なあのところの感じだと。こういったところを見ても、ここのね、そこそこ完成のところですけど、しれっと4車線ずつありますからね。よし、片側4車線、8車線か。This is 名古屋ですよね。なんか車のスピードが、高速やないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけどね。This is 名古屋ですからね。さあ、歩きますか。よいしょ。本通りは向こうのか、大通りかな。せっかくちょっと裏から入ってくか。セルフレジなんかもありますし、はあ、いっぱい引っ掛けて気分だけどな。まだ帰ってから車乗らないときないですからね。いいですね、このちょっと裏通り落ち着いた感じ。ここは鉄板焼肉、あ、いいね、あー、うまそう。んーって書いてあるのホルモンか、丸くなっとるけど、ホールもで、うんでぐるっと囲ってあるんだ。いいね、いいじゃん。マキちゃんか。いいな。いいな。ああ、ここ見て。どっちから行ったらええんやこれ。あ、ここシエジュだか。ああ、シエジュ。だよな。そっかそっかそっか。うん、そうですね、市営ですね。南区の市営住宅か。どっから通りに出りゃいいんや。この住宅地をパスしやなかんし。あれ、大通りにどこにから出りゃいいんや。あれ。市営住宅かだよな、南区の市営住宅か。どっから通りに出りゃいいんやですね。消火口か、一通か、向こうの方でないのかな。
そう、惨敗はね、これがありますからね。断配ってのは第一配達ですね、あれ郵便用語なんかな。正式に言うと断配っていう場合には断地を配る、何だったっけ、郵便物の場合ですね。小包の場合にはわざわざ断配とはつけなかったはずですけど、まあ、そうやってわけやんとね、結構砲弾住宅はなかなか大変ですからね。特に対面ものはね、タワーマンとかはね、まあもう大変は大変ですけど、エレベーターがね、もう完備されてるんで、時間はかかるけどな、し、あの、宅配ボックスとかね、コンシェルジュとかも最近はね、もうあるところも揃ってますから、やっぱし一番難易度高いのはこういった団地。まあこれぐらいの規模だったらですけど、四日市にあるところだと三重団地、三重団地は、512西局だからいいんですけど、笹川ですよね、四日市郵便局の管轄だと。笹川はまあ私は入ったことないですけどね、相当大変そうだなというイメージですね。どうしようか、ちゃんと共産党でしたね、まあ、民主党ですからね。支援団体うんぬんじゃなくて完全に共産党をやってる団体ですからね、そりゃ当然でございます。逆に自民党を出してたらどうしたーってなりますからね、この通り歩いてたらとりあえず良さそうだね。車で働くこのまま名4で四日市ですけどね。いや今から車で運転で四日市だったら名4走るのまあまあしんどいけどな。いや車だったら絶対しんどいわ。福知山からここだろ。まあ、言うてこれでもあるとかで、ね、結構道中、まあ、特急でね寝やすかったとかもありますけど、だいぶ睡眠してはいますからね。なので案外もうフラフラ歩けねえよっていうようなことではないですね。ただやっぱりなんだろう、電車の中が全体的にマスクしてるしっていうのもあるんでしょう。あと換気を強めてるっていうのもあるんでしょうけど、そこまで冷えてないんですよね。まあ、女性の方とかだとね、あんま冷えすぎるの苦手っていう方も多いんで、そうなってくるんでしょうけど、私は基本的には、だいぶ部屋の温度を冷たくする人なんで、これはちょっとしんどいなっていう感じの、あれでしたね。ちょっとべちょっとした感がありますもんね。で、夜同時刻です。名古屋、笠寺出てきましたね。ということで、まあ、笠寺に確実に向かってますね。ウェルシアか。でも考えてみたら結局京都で福知山まで行ってスーパーの天丼食って王将食っただけか。あ、まあでもいっか、京都ですからね、王将は京都発祥ですから、まあまあまあ、ある意味京都名物と言いたくもないのかで特に問題ないか。だから行った店舗もそういえば結構新しい建物に入ってる感じだったんで、すげえ新しい店舗なのかなと思いましたけど、案内板とか見てみたらめちゃくちゃレトロなお店だったんで、あの店行ったよ、もう昔からあるんでしょうね。
まあ、京都ですからね、そりゃそっかと、あ、地味に安いの、地味に安いね、100円、100円、こんな買いそうになったけど、よく見てみたら、あ、全部100円じゃない、いいじゃん、言うて歩いて汗かいてますからね。この謎のスポットリンクでしょうかな。あ、シーサーのここか。なるほど、シーサーですね、楽しいさ、あ、口、いやー、いかにも安いねって感じがありますけど、聞いたことね、あ、神戸居留地だ、なるほどな、激安の電動ですもんね、業務スーパーとかでよく見かけるやつですよね、こんな自販機売ってんだ、いや、ありがたい、ちょっと飲もう、あ、冷たい、ここは何、中華そば、ロイヤル、うわー、やってたらちょっと見たかったな、横のトルコ屋さんもやってないんだな、よし、まあ、中華そば750円いったら別にいいですよね、飽きないな、あ、まさや、チェック入れておきましょう、奥に駐車場があるみたいですね、とりあえず飲んでみましょう、こいつ、スポーツ飲料いいですね、なんだろう、甘みが少なく感じるのはこれが単純にこれが 甘さ控えめっていうよりはあれかな、表も私が水分消費してたかもしれませんね。あ、いいですね、乾いてる時に冷たいスポーツ飲料いいですね、あ、こんなとこ神社あんだ、車で走っとったら絶対気づかんな、で、北頭ですね、この交差点って全然何回も来たことあるとこですけどね、あ、かっぱ寿司がある、すげえ、今や幻ですもんね、かっぱ寿司、なんとか人渡らんと思ってますからね、そうですね、それで東又兵衛町、南区東によくわからんですね、北頭、こいつは金山の方に行くやつかな、どこまで行くか、新玉橋か、19時、ああ、そっちの方行くやつか、で、これ日本男子ホールですよね、で、もうちょっと行ったところに笠部がありますよと、すごい、もう今やかっぱ寿司本当に見なくなっちゃいましたからね、ここは生き残ってたんですね、よかったですね私もだっています、で、あと一番近くで鈴鹿か、鈴鹿に残ってる店まで行かないですもんね、遠いな、で
日本ガシスポーツプラザですね。でかい施設だ。確か B リーグの試合とかここでやってなかったっけな。まあ立派な施設ですからね。お、宝ユートピア。あ、ユートピアか。そっか、こっちか。ユートピアね。お風呂ね。あ、いいな。いいな。もう汗かいてますからね。で、ユートピア宝だったらお泊まりやってるよね。あ、信号が赤になってユートピアさんの方に、行くしかないですね。青信号になりますもんね。そうかそうか。あ、また行ってしまった。ユートピアさんに近づいていってしまう。いや、もう温泉の魅惑にこれは、あ、やばいぞ。あ、そっか、温泉か。あ、いいな、温泉いいな。汗べっちょべっちょだもんな。どうしようかな。あ、でも今温泉入ったら7時半か。いや、ユートピア行くんだったらもう夜中まで入りたいもんな。ああ、そうだな。こっからまだ四日市まで電車で帰らなあかんからな。そうすると1時間ちょっとしかいられないでしょ。あの、ユートピアさんどっちかっていうともう1日かけてね、出動量とかオールナイトも確かできるんじゃなかったっけな、っていうような施設ですからね。あと、そっか、どうせお土産買ったりして散財したから今手持ち残ってねえか。はあ、いいか。はい、なんでこんなとこに橋あるんやと思った。これ違うわ。あれか、 JR またいでんだ。じゃあもう駅近くだ。宝グループのマンションがあって、あそこがユートピア、ユートピアか。逆に左温泉のね、左温泉は左温泉なんですけど、あの、700円ぐらいでね、パッと入ってくるタイプのところやったらね、これ結構迷わずに入っちゃうだろうなっていうところですから、ユートピアだと思うな。向きはね、こっちから行けたっけ。どっちか。そう、こっち完全に裏口か。そう、こっちだ。なんかパトカーが止まってる。何事だ。で、これがユートピア。あ、これは、じゃあこれはホテルか。パサデラホテル。ビアガーデン。あ、ビアガーデンとかやってるのね。なんて魅力的。あら、いいな。へえ。
やビア、普段全然ビール飲まないのになんだ今この目の前に見えるビアガーデン、めちゃくちゃ最高に美味しそうにビールが見える。これちょうどいい気温なんだよな、ちょうどいい気温。外で飲むのには暑すぎるとね、それはそれでしんどいですけど、いい具合の温度ですし、でいいぐらいに歩き疲れてますし、さすがに魅力的すぎるぞ。どうしてです車で、あれなんか変な。ビアガーデン、全然ビール飲まないのになんだ今この目の前に見えるビアガーデン、めちゃくちゃ最高に美味しそうにビールが見える。これちょうどいい気温なんだよな、機関車が走ってった、暗くて全然わからなかったけど、ああそっか、臨港線か、貨物が走ってるんですね。東海道線は確かこういう感じで走ってますけど、そこから分かれて貨物の線路が向こうから走ってますもんね。いいですね、この時間に見る貨物もまた音ですね。駅舎どっちだっけ、駅舎反対側か。はあ、そっか、しばらく貨物の宿があるからぐるっと向こうに回らなあかんのか、笠寺の駅じゃ、そっか、しまったしまった、ユートピア宝の都に負けてる場合じゃなかったんだ、はあ、でブラザーズね、これブラザーの本社工場かな、あのミシンのブラザーで有名ですし、カラオケのジョイサウンドのねエクシンクもブラザーですからね、多分一緒のとこにあるんじゃないかな、本社がこっちの方だよな、そういや。歩いたな、しかし、あ、走ってった電車が笠寺なんで止まる電車は限られてますからね。何でしたっけ、名古屋臨海鉄道ね、そうそうそう、これが貨物専用線ですね。こんな時間でも貨物運んでるんですね。これね、名古屋臨海鉄道ね、よし、はあ、奥は丸半か、あくまで出たら大通りですもんね。ブラザーのパーキングなんや、12時間400円で24時間500円、なかなか実に妙なお値段ですね。これでくぐれますね。これあれか、冠水地用の警告信号ですよね。
一時的にな、あまり雨とか濡れてるけど、そこから行ったら蒲田のところ出んのかな。あれ新幹線か、並行して走ってますもんね、在来線に。この辺りがで、これが下3、4番、下2番。おお、夜の貨物線いいですね。街灯でちょっとエモいっすね。うん、いいじゃないですか。このまま行き止まりか。このまま宿になっとって渡れないんだな。渡れないですね。戻ろう。あれもブラザーあれか、本社工場はまたあれか、水北だったっけ。じゃあこっちじゃないか。もっと新玉橋寄りの方だとか、そんな気がしますね。よし、分かったらね、ここにね出しときますって言いたいところなんですけどね、最近は誰か出しといて、特にニコ動の方はね、この動画上にねコメント流れるんでね、ニコ動で出すんだったらもう詳しい人書いてくれと、その方がね、あの手っ取り早いということにね、気がつきましたんでね、そのスタンスでいこうと思います。もう少し調べた挙句に、自営業手で入れときます。これで下くぐれるのか。ちょっとトレーラー用に深く掘ってあるんですね。これで下くぐれるのか。ちょっとトレーラー用に深く掘ってあるんですね。こっちが新幹線。長崎ちゃんぽん、へえ、こんなところに、ハクビ、結構いろいろあるんです。ああ、リラクゼーションとかね。台湾リラクゼーションですね。ここはリンス。
バーか。で、ここは沖縄、沖縄そばとか250円安いね。カリ弁当250円安いな。どういうこと、エンターテインメント居酒屋デジナシ八景っていうのは滑らない酒場、なんか突っ込んでこう、どういうこと、八景球さんっていうケチな芸人さんがいるの、へえ、あ、そういうことなんだ。相当ハードル上げとるけど大丈夫かな。まあまあプロの芸人さんならね、高田出ない駅どこだっけ。めっちゃ普通にこっちの方に出てきてしまったけど、あ、もっと北だ、もっとずっと歩かないとダメだ。もうこの辺で落ち着くのもありよっていうの、いや、生きこりゃいい匂いするな。そうするとさすがに一人で入るにはあれですよね。あ、めちゃくちゃ混んでるし、会話ラーメン、あ、ユミの本店ここか。はあ、はあ、強いな、この当時の流れ。ここあれですよね、台湾料理の元祖とかって言われてるところですよね。あ、台湾ラーメンか。じゃなかったっけな。足早か。あ、ラーメン福ちゃんある。福ちゃんラーメンか。あ、コンコルね。どんまりしたんかな、つまり。普通にさっき言う通りストンと来てあそこの通り曲がってたら、30分は短縮できたんじゃね。あー、ダムだ、聞こえた。なんだ。え、さっき、えらいパッ、あ、そっか、でもここか。何所か。
南警察署ですね。そうか、南警察署の真ん前だ、ここ。あ、南警察署の真ん前でやらかしちゃったの。あー、ここでやっちゃったのね。それはちょっと低すぎるところになっちゃったな。で、2つがあって、これ3かな？この距離、この距離でか。この距離は、そこに、シャー見えへんか。こんなとこにも、やったんだ。やっぱこっち来るとちょっと高えな。着いた、カフェライキー。そう、外周法人の目の前にある感じですけど、こんな感じでぐるっと回らないといけないんで、まあまあ大変ですからね。500円か。赤ちょうちん、言うて、あ、まあでも食ったのも遅かったでな。確かにまだそこまで離れてない。おお、こう貸しながらの、さあということで無事片手ではまでやってきましたし、帰りますか。うん、あ、やべえ、電車来る。あ、新幹線のところの下にこの駅のあれがあるんだ。面白い構造ですね。なかなか新幹線の高架がここに迫っとるところも珍しいですよね。ここは高く作ってあるからか。よし、はあ、はあ、でエレベーターか。エレベーター上に疲れた。車線疲れた。なんか日本大使はショートカットしていきたいな。奥の方に見せられたいドアを開けてください。ほんだめドヘイト。なるほどな。
全然便利や。やけどこれはあれか、ここ営業所の間でないと渡りやんのかな、渡れたかな、ちらっとチェックしとこうか。もうだって岐阜行き来たってしね、来ちゃってるしね。よし、こっちはこっちで端末が止まってていいですね。渡って、あんな時間かけやんくても、こんな仕事取ってきたん。今までが言うとったユートピア宝ですもんね。うん、でこの道スーッと行ったったらさっきのところやね。めっちゃはよこれたやん。ああ、何や、そうか。今度からはこっち使いましょう。知らんかった。まあでも、出ていろんな見てみれましたからね。よしとしましょう。無駄に歩けば歩いただけ取れ高にはなりますからね。よし、あ、いいな、この距離に止まってますよ。はい、岡山のとか行くやつですかね。考えてみると貨物はすごいですね。まあでも長距離の運用がいっぱいありますもんね。それで傘で大地砕いてる、砕くのこっちの光に焦点当てますからね。さあ、まあ、ローンも買ってあるし、あ、すいません、いいですか。はい、ありがとうございました。どうぞ、はい。あ、閉まってる。今使ってない。このタイヤが飛んで、何ぶつも。え、そうにかやってんの、ウェルビーさん。へえ。冷たい豚骨は嫌だな。豚骨になるほど。冷たくあってほしくないものはないんだけど、まあまあまあ、そういうあれですね。ツッコミどころ、やばっと、やっぱ本でやるんだ、そう、すごいな。あ、涼しくなってきた。もうマスクしてなきゃ全然大丈夫だな。あ、コンテナが見える。テニコンの本は今も使ってない感じかな。13分、もう一つじゃね。で、あれか、忙しい時間帯は真ん中の本も使ってさばいてるのかな。やば、飛んで、冷たいとんかつは嫌だな。とんかつほど冷たくあってほしくないものはないんだけど、まあまあまあ、そういうあれですね。突っ込みどころ、やばっと、やっぱ本当でやるんだ、そういうの。すごいな。あ、涼しくなってきた。もうマスクしてなきゃ全然大丈夫だな。はあ、本店なんか見える。で、向こうの本は今も使ってない感じかな。13分、もう一つじゃね。あれか、忙しい時間帯は真ん中の方も使ってさばいてるのかな。あと6分、なんか来る。まもなく4番線を列車が通過します。座りますよ、頑張って座って、列車なんか通りませんからね。まもなく4番線を
列車が通過します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。空車ともらんねやったっけ。何が書いてあるの。ここはどっか行った。あ、こっち書いてあるね。南行くよね。よいしょ。4両編成か。はい、どこかな。お、くそ。変に動き出すのね。軌道加速度の速い列車と世界一軌道加速度の遅い列車の夢のコラボレーションですよね。すげえな。新幹線めっちゃ走ってくやん。まあ、考えてみたら東海道新幹線の名古屋東京間ですからね、赤坂走ってきますよね。すごいな、長いな。段積みまでなんですね。段積み、へえ、はあ、あ、そんなでずっと乗ってんだ。すごいな。こっからどこまでの長旅に出るんだろうね。あ、でもここに来とったってことは、あれか、臨海から来とったやつか。臨海鉄道から来とったのが、もう行くもんね。ちょいと引っかかって乗せてくれと思いますよね。青春18切符やでどうせダメですけど、すごい頻度だな、こうやって見てみると。向こう、あ、反対側来るのか。
食べない見てて飽きんな、貨物も走るし新幹線も見れるし在来線も見れるし、あそこの踏切めっちゃ赤その踏切やん。さっき、うん、あかんよね。そのままずっと閉まっとるね。マジか。ついたけど、きしめんでいい。冷たいきしめんあったらもう冷たいきしめんがいいな。あるでしょ、この時期ならこのきしめんあるでしょ。冷やしかき揚げきしめんあるじゃん、あるじゃん。きしめんでしょ、よし。よいしょ。痛かった。結局冷たいのか。もう売り切りになっとったんで、もう閉店間際やったんですね、多分なってましたもんね。ああでもうまかった。結局も暖かくなっ、だいぶ冷たくなってきたんで、暖かいので全然良かった、正解。さあただ快速無限には乗り遅れましたね、失敗した。まあいいや、嬉しちゃれ、のんびり帰ろう。普通に乗っかって、あれ多分食ってなかったら最後の快速に間に合ったんやけど、ね、あ、こんなとこにこんな残ってんだ、昔の名残ですよね。あ、こんなところにこんな残ってたんだ、昔の名残ですよね。ペットボトルのゴミ袋がないけど N700S が来てるじゃないですか。あそうか、向こう側か、はい、4両編成やったでね。そうそう、21時32分5時39分だったっけ、5時39分で発車だったんやから、まるっと16時間。いやー弾丸日帰りでしたね、ようやったな。まだ最終ではないか、まだ今21時30分で40分、50分、まだまだありますもんね。これが疲れた。そうか、快速名間に合っとったら20時35分には、そんな早い？ま
まあいいや、深く考えやんとこ。まあとりあえず無事帰ってきたんで総括しましょう。まあとりあえず、疲れた、まあ、特に何も思い残すことはないですけど、久しぶりにフルになりましたしね。で残りね、あちこれでねとりあえず1日フルに使いましたけど、残りがちょっともうダメだ、使おう、もう登る記憶はわかん、これでね1日まあ使い倒しました。まあね途中とかでね使うのに乗車券別途買ってましたけど、まあどれ工程の料金計算しましたけど、これ普通の切符でやったらこれくらいかかりますんでね、どこで出したけど12,050円やから2,410円か、2,410円もなんか1回やったら、ってことはこれくらいお得です。あと計算しておきます。なんでね絶対お得にはなってるんで、ですからねとにかくね普通電車にこだわってね行っとると、どうしても乗車もね制限がされますからね、使うところはねしっかりと使ってね、行くとさらにね精神18切符楽しめるんじゃないかなということでね、そういう訴求もねしていけたらなと思うので、どうなんだろうね、次どうすんだ、あと4回どうしような、まあ、とりあえず終わっとこうかな。あ、すいません、いいですか。はい、どうぞ。はい、さあ外で、あとはね家に帰るまでが遠足ですからね、家に帰るまでが撮影ですからね、うちの場合は。あと使えるところだったら一応カメラ回しておきますけど、言うて回したからね、こっそりとなんやかんや道中回しとったら結構いってますからね。よし、とりあえず帰ろう、気をつけて帰ります。ではここまで長田くんのご視聴ありがとうございました。どんな感じになってんだろうね、最後どうしてんだろうね、はあ、いいや、編集しながら考えよう。あ、そう、あの締めた後のエピローグになったけど、これね多分あのうちって結構ね年末に撮ったやつがねゴールデンウィークに上がったりとかっていうぐらい、まあね結構4ヶ月5ヶ月ディレイしてね、アップロードかかることが多いですけど、今回はねもう分かってるんで、これお盆にあげる企画なんで、で7月の下旬に撮ってるんで、今回結構キンキンで撮ってるんでね、まさかね逆算してねお盆にも出てきた企画がねあんなにねしゃばい企画だとは思わなかったんで、さすがにあれだけでお盆を乗り切れることはないと思ったんでね、慌ててもう一本今これ撮って、いやこれから急いで編集してお盆に1日2本投稿できるようにね頑張りますんでね、結構ねこんな地獄なんですよ。さらにニコニコ動画も500本投稿しないといけないというね、わけのわからんプランになってますからね、皆さんいろいろとお楽しみいただければと思います。以上です、ご視聴ありがとうございました。ちょうど波動枠で終わったよ。